こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は何もしないのが一番のリスクというお話です。27歳のサラリーマンが、わずか3年で1億円の現金を作り上げた方法、かけない投資という本を読みました。まあ、ざっくり言うと、私は不動産投資で1億円儲けました。あなたも投資をしないと大変なことになりますよ。 インドネシアの不動産投資がおすすめです。という内容です。インドネシアの不動産投資がおすすめというのは同意しかねます。それはさておき、興味深かったのは何もしないでいるのが一番のリスクという話です。どういうことかというと老後、人並みに暮らすために必要な資金は夫婦二人の場合で1億2000万円。ところが、 日本のサラリーマンの平均年収414万円ではこの金額を貯めるのは不可能。これが絶望的に不可能でですね。もらった給料全額を使わずに貯めたとしても1億1500万円。1円も使わなくて全部貯めても1億1500万円しか貯まらない。お金を使わず生きていけるはずもないので、もう普通のサラリーマンだと。平均的な収入しかもらってないサラリーマンだと。 老後人並みに暮らししてていいけないことと。が確定してると、ね、何々の副業儲かりますかとかね、えー、輸出儲かりますかとか、まあ、そういうのんきな話じゃなくて、何もやんなきゃね、えー、あなたは暮らしていけません。というのはもう確定してると。これ結構ね、衝撃的でしたよね。まあ、うすうすはそうなんだろうなとは思ってましたけど、まあ、この方の方はね、えー、具体的に数字を 出しててあって平均所得の人が税金と、ね、健康保険料引かれて、仮に1円も使わずに全額貯めたとしても1億1,500万円。運よく定年まで会社があった場合のマックスが1億1,500万円。途中でレストランに会うとか会社が潰れたらこれいかになる。ということは、どう転んでも、ねえー、サラリーマンだけでは暮らしていけないと。 恐ろしいですね今、今公務員になっている方はね、えー、逃げ切れる可能性高いですけど、いやいや、俺、民間企業だという方は、もう、副業で成功しないと人並みに暮らしていけないということは確定していると。これはすごかったですよね。何が儲かりますかとは、そういう次元の話はなくて、このままじゃ私は生きていくの辛い人生が待ってますねというのだけ決まっていると。しかし、ピンチはチャンスです。日本人が、 人並みの生活をすることが難しくなってきているのは安すぎる人件費が理由です。ね、何しろ一銭も使わなくたって老後暮らしていけないぐらい人件費が安いわけですからまあ人並みの生活するのはもう難しくなってきてると、ね、もうすでに所得の低い人は難しい状況ですただ安すぎる人件費のおかげで日本の物価は安いです 日本の商品を輸出する輸出ビジネスが稼ぎやすいのは日本の人件費の低さのおかげです。日本に住んでいるのに輸出ビジネスを覚えないのは損です。いや、日本人なら輸出ビジネスを覚えなければ人並みの生活が送れない未来がすぐ近くまでやってきています。まずは無料の Amazon 輸出、オーストラリア Amazon ア輸出メールセミナーをチェックしてください。このページを上の方に。 スクロールしていってね、この一番上の右側に、今ちょっと隠れちゃってますけど、メールアドレスとお名前を書く欄がありますんで、そちらを記入して登録するボタンを押してください。無料で Amazon 室メールセミナーが届きます。また今これ YouTube 動画で見てる方は、YouTube 動画の説明欄に、登録、メールマガ登録ボタンがありますんで、そちらのリンクをクリックして、メールアドレスとお名前を記入して、無料メールセミナーに登録してください。 何もしないのが一番のリスクと、ね。死亡確定じゃないですけどね。お前はもう暮らせないというような状況になってますんで、何らかの副業で稼ぐ必要がある。そして、日本人が一番稼ぎやすいのは輸出ビジネスです。無料メールセミナー登録お待ちしてます。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。